はい、四川省の麻婆豆腐ですね。濃厚の麻婆豆腐、満足感ということで、これをね食べてみたいです。これご飯あんのかなと思ったらね、こういう下の方にあるんですね。ではいただきます。うん、ケチュン、あら、すごいコクとまろやかがある。確かに、そいでいてすごく辛いですね。うん、コクとまろやかさの中に辛い、それでこの柔らかさね。なんとも言えないこの柔らかさの感じとは。やれ、柔らかなこの風味がいいですね。でこの何とも言えないね、うん、まろやかさ、そしてこのコクですよ。そしてこの麻婆豆腐の味わいが良くて、うん、結構な味わいですね。この麻婆豆腐が柔らけえっていうのと、ほのかなチーズの香り、そしてこの ピリッと食べる辛さというのがいいですね。四川省のあの胡椒みたいなね感じのあの唐辛子が効いていて、でこのうんご飯もいいな。この酢は焦げていますが、この焦げた感じがいいんですよ。あつたね、わずとこう焦がしました。でそれでいてこのうん、コリコリとした味に、まろやかなチーズの、でそこにこの四川省独特のスパイスと辛さがじわっとくるところがいいですね。本当にこれがですね、見事な綺麗な角切れで柔らかいんですね。皆さんも麻婆豆腐を食べてみませんかっていうね、宣伝しちゃったじゃないかみたいなね話になりますけども、まああのうん、なかなかのいいですね、麻婆豆腐の味わいと、美味しさがね、非常にいいなという感じですね。どうもありがとうございました。